歌手の和田アキ子、72、が25日、パーソナリティを務める日本放送、ゴッドアフタヌーン、アッコのいい加減2000回、土曜前 11:00 に生出演。22日に急性大動脈解離のため66歳で死去した笑い福亭笑瓶さんを追悼した。和田は、笑瓶ちゃん、笑瓶さんかな、あんまり深い付き合いはないんですよ。深い付き合いはないけど、としながらも、何年か前のバレンタインデーの時に、この番組でも言いましたけど、NHK で仕事した時にこれってあげたら、ホワイトデーかなんかの時にホリプロから連絡あって、笑瓶さんがいらっしゃいました。チョコレートお返しだって、と解雇した。びっくりしちゃって、と話す和田はすぐに笑瓶さんの師匠、笑福亭鶴瓶に電話をかけ、鶴瓶、笑瓶ちゃんってすごいな、義理がたいな、もう絶対お礼言うといてや、わかったか鶴瓶、絶対言えよ、笑瓶ちゃんに、電話番号知らんから、と伝えたという。すると鶴瓶からは、あっこはね、あいつは俺の弟子なんです。俺には鶴瓶で、なんで笑瓶ちゃんなんですか、とクレームがあったというが、和田は、ええやんけ。そんなことはどうでも、何を言うてんねん、笑瓶さんにくれぐれもな、と返したとした。本当にほっこりした人だったから、と和田、鶴瓶が笑瓶さんの死後、信頼のおける親友のようでした。すごくええ顔して旅立っていきました、と語っていたと紹介されると、いいねえ、とコメント、お顔を見、出たみたいで、それが一番ですね。ご冥福をお祈りします。と結んだ、ネットの声、和田アキ子さんが昔語っていて、記憶しているエピソードを一つ、売り出し当時の笑瓶ちゃんがゴロゴロの刑に乗って甲田町の旧フジテレビに現れたのを見て、和田さんが、お前なら、芸能人なんやからもうちょっと綺麗な車に乗り、と言った。次に会った時、笑瓶ちゃんはピカピカの新車の刑に乗っていた。人柄の良い悪いは、残念ながら、寿命の長さとは全く関係ない。ダウンタウンも同じくネタにしてたな。笑瓶兄さんと鶴瓶や。って、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高。